今日は池田動物園の食堂などがリニューアルされたニュースをお伝えしました。パークケースビアプリでは皆さんにリニューアルしたいものがあるかどうか聞いてみました、はい、するとあると答えた人は半数以上となったんです。半分、そうなんですね、内容を聞いてみますと、新規一点家をリニューアルですとか、電池の減りが早くなったのでスマホをリニューアルしたい、財布がボロボロなので新調したいなど、住まいや身の回りのものについて意見が多かった一方で、自分自身を20代にですとか肌といった意見もありました。さらには主人をリニューアルしたいといったドキッとするような意見も寄せられたんです。様々ありますね。そうですね、リニューアルしたいって言われないように新年度頑張りたいですね。大丈夫です、はい、大丈夫です。